どうも、頂上 TV でーす。始まりました、頂上 TV でーす。本日の動画はですね、私、結構カードとかいろいろ集めてるんですよ。ドラゴンボールヒーローズのカードとか、あと遊戯王とか、ポケモンカードとか集めてて。で、今日の企画は、ヤフオクで、ジョナサン・オリパっていう、まあ、オリパかな違うな。オリパじゃないな。ジョナサンっていう方の、守備者様がジョナサンで、オリパじゃなくてなんか、いろんなカードの詰め合わせみたいな。詰め合わせパックを売ってたんですよ。その評価見たらすごい評価も良くて問題ないのかなっていう。でその詰め合わせで中身は分からないんですけども、金額は3万円で購入しました。じゃあ果たしてこの3万円に届いているかどうか、今からカードを1枚ずつ上げて、まあ、金額が一体どれくらいなのかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。そしてね、なんか言ってたけど、なんかカードがもしかしたらちょっと若干傷ありですみたいな感じで注意事項書いてたんだけど、まあ、僕と全然傷とか多少あっても全然気にしないんで、完品はなかなか求めるの難しいと思うんで、じゃあとりあえず3万円分今から開封して見ていきたいと思います。えいえい、見ていきたいと思います。はい、先のパックを全部開けたらこんなになってましたね。すげえ。1、2、3、これが4なのかな。でラスト、これがラストだね。多分これがきっとすごいものが入ってるんだろうね。で、これラストに上げて、あ、すごい、すごい。なんか、あれ、ローダーに入ってる。ローダーに入ってる感じがわかるね。よし。じゃあ、上げていきたいと思います。果たして3万円分に届くかどうか、やっていきたいと思います。じゃあ、まず1番、上げまーす。いやー、これもなんか、楽しみだよね。こういう、オリパって言った方がいいのかな？でも、なんかオリパとは言わないんだよね。ジョナサンのカードの詰め合わせみたいな。はーい、じゃあ。見ていきたいと思います。これ、あ、こうか。うい、あー、そういうことか。ちょっと待って、あーという感じで見ればいいかな。じゃあまずこっちから見ていきます。ちょっとこの時代、私ちょっとカードわからないんだけど、ただこれは20周年の専用のカードだよね。 20th anniversary の専用のカードだね。こっち20周年って書いてる。これいきます。ほい、ガーデンローズメイデン。ちょっとこれ新しい時代のカードわからないね。でも見た目からしてすごい可愛い感じ、女の子で強そう。ガーデンローズメイデン、ありがとうございます。こちら、ほい、コズミックブレイザードラゴン、まあ、これのシークレットレアだね。うん、なんか使えるんだろうね、きっと。ごめんなさい、これもちょっとわからない。昔のカードしかちょっと詳しくないんで、最近のカードわからないですけど、一つ取りと思います。ありがとうございます。はい、次。ヒント。ラストはこれのレリーフ1枚。待って、これ。ヒント、ラスト、これの1枚ってことは、これ見ない方がいいね。結局、ラスト、これ一緒のカードって言ってるんで。じゃあちょっと、表向いてます。こっちが表か。3番が表なんで、じゃあこうだね。表向いてるってことは、こう、裏からこう、やばい、出品者さんありがとうございます。すごい。これ、オリパじゃない、これ。パック詰め合わせじゃなくて。オリパで売ってるよね。そう、これが、そうだよね。こっちが表だから、こっちが裏ってことよね。うぇー。じゃあ一体、このカードが何のカードなのか、見ていきたいと思います。はい！おー！カウスソルジャーの、こちら、アルテミットレアだね。いや、これやったら別に、突き刺してもいいんじゃない？これ、多分3000円ぐらいすると思います。うん、多分傷ついてるって言っても、ここでしょ？ここの端っこ、うん、端っこが傷ついてるね。いやいや、でも全然。そして、まあ、じゃあこれは、まあ、ラスト、これのレリーフだから、ちょっとこれとこれは一緒にして、じゃあパックの詰め合わせ一体どんなのか見ていこうね。パックの詰め合わせ。パックの詰め合わせってこういうことね。はい。あ、パックの詰め合わせってこういうことか。お、モンストのイベントやって、まあ、ゲオとかツタヤとかで交換できたやつだね。いや、これはあれだっす。これと、あとパック、あ、いいね。レアリティコレクション。20th anniversary。これいいね。これももう開けないで、そのまま永久保存版みたいな感じでパック残しててもいいかもしれないね。そうだね、これのレリーフ2番、これのレリーフなんで上げていきたいと思います。まあ今のところ3万はまだいってないけど、多分ここでドカーンと一気にでかくいくんだろうね。
じゃあこれ一体どんなものなのか。待てちょっと待って、これあー、どうしよう、どっちから、あ、こっちか。じゃあまずこちらの1枚、はい。あー、ブラックマジシャンってことは、ブラックマジシャンってきて、こっちもあれ、レッドアイズは、はい、来ました。初期の私の大好きなブラックマジシャン。まあ傷ついてるっつっても完璧じゃないけど、まあ全然これ大丈夫なやつでしょ。全然このぐらいの傷だったら全然よ。シュピシャさん、ありがとうございます。うん、全然ブラックマジシャン最高。多分ブラックマジシャンこれ初期だったら2000円ぐらいするんじゃん。うんうんうん、ブルーアイズ全然初期こちらないね。暗号はもう一番最初のやつやね。いやー、全然全然これ傷ついててももう無限回収してるんで、ありがとうございます。ブルーアイズ。そしてレッドアイズね。うん、いやー、全然なんかそんなに言う、傷ついてるとか言うけど全然だよ。シュピシャさんすごいね、あれだね、几帳面の方だね。全然このぐらいだったらなんともない。え、じゃあこれの3枚のうちの何かしらのアルテミトレアが入ってると。こちらラスト。じゃあこれが表だもんね。じゃあこちら見ていきたいと思います。うわーい、これてかローダー自体がもういいよね。はい、カメラとアップいける。じゃあいきますよ。こちらもうこの3枚のうちのどちらかのレリーフなんでね。じゃあオープン、夢の扉。レリーフの中でも一番高いやつ。きたこれ、きたきたこれ、はやばいでしょこれ。レリーフこれ開けれるのかな、これ。え、これレリーフってもう完品とか今やばいよこれ。多分これ1枚でもう別に完品じゃなくてこれ1枚でも3万ぐらいするんじゃない。うん、ちょっと気づいてる、全然これ1枚で多分いきましたね。2万3万はいきました。はい、ってことでこちら全部並べるとこんな感じ、こんな感じで、全てこれが全部だね。はい、こちら全てで3万円。いや、これはある確定でしょう。さすが100% の有用者、間違いないね。はい、ジョナさん、またよろしくね。また買いますんで、どうもありがとうございました。以上、ジョジョTVでした。